込みが来る。ここはチオイーサンドス。館とすぐ近いので、お散歩によくここまでお参りに行きます。桜もちょうど咲いてて風情があって大好きどす。そちらに千代院さんの七不思議の三方正面真向きの猫ラスラス。この猫ちゃんどっから見ても目が合うのどすね。もういつもうちここ来たらうろうろしてまんの。やっぱこの辺からでも目が合うさかい不思議ですね。ついついここが一番時間かけて見てまいますね。でこちらが抜けスズメどす。ここに本来スズメの絵が描かれたあったんですけど、もうあまりに綺麗に描かれてたの、生命が宿って飛び立ったと言われてます。この廊下も七不思議の一つで、うぐいす張りの廊下って言います。ここを歩くとキュッキュッとうぐいすが鳴い、うぐいすの鳴き声みたいな音が鳴ります。何往復もします、一日に。面白いですね。舞妓さんはこう綺麗なだけと違ってこう毎日お稽古して厳しいことに耐え抜いてこその美しさっていうのがすごく憧れたところですね。まだまだどす、まだまだ描いてた舞妓さんには慣れてしまへんけど、姉さん方みたいになれるように頑張ります。次は甘いものを食べに行こうと思います。こっちどす。隠れ家的な、ここもね静かで落ち着きまんね。おおきに、おおきに、申します。おおきに。ランチとしてもカフェでも何でもあるさかいに気軽に来れます。このお席が一番好きどす。とスープパスタと和三盆酒。和三盆酒、はい、お頼みします。お待たせいたしました。酒粕のスープパスタでございます。おきに。美味しそう。サーモンと水菜といっぱいいろんなメニューあるのですけど、ついこれを頼んでまいりますね。いただきます。うん、おいしいおす。やめろ言われてんのどすけど、ついつい食い気だけはあのどんな。うん、おいしい。和三盆シュークリームどす。これはもうおみやでも大人気やと思いますね。定番のお土産どす。いつもお家やったりお茶屋さんで呼ばれる境にこんなおしゃれな盛り付けが。いただきます。うん、うん、外はカリカリどす、中はカスタードですね。美味しい。美味しいおす。
甘いものは別腹だね。大好きすぎて全部完食どす。ごちそうさんどした。いつもお世話になっていくおかやさんどす。おきにお母さん、おきにお父さん。はい、いつもうちらがつけさせてもってるこの花かんざしは行くおかやさんで買わさせてもってます。これかわいい。あー、かわいい。おきにおかざ、すごい。いろんな種類のかんざしがあります。この花かんざしは12ヶ月毎月季節のお花に変わるのですけど、5月の花かんざしやったら3年目ぐらいまでも舞妓さんはこういう藤のかんざしです。4年目以降の舞妓さんの姉さんならはったらこういうあやめのかんざしをさせます。舞妓さんによってさせるかんざしが変わってきます。舞妓さんが持ってるこのカゴもこちらで買うことができます。この下が黒い網目のカゴが、冬のカゴで、その下の白いカゴが夏のカゴどす。風呂敷を持って行ってカゴにしてもらうこともできます。たまに可愛らしい風呂敷やらあったらお母さんにこれカゴにしておくれやす言うて作ってもらいます。お店出しさせてもらうって決まってまず行くお母さんに姉さんといろいろ必要なものを買いに来た時はもうワクワクドキドキしてました。ご飯食べよとかの時はこの格好で寄せてもらうことが多いですね。綺麗ですね。ちょうどいい頃、季節のお花とかを勉強したいな思ってたら念願の植物園が京都にあるって聞いて一遍行ってみたいな思って。広いのですね。ものすごい迷子なりそうです、一人で来たら。今育ててるのはサボテン育ててます。もう楽しみです。もう早くサボテンに会いたい。初温室。種類あるんですね。なんか優しい感じ精神もね、サボテンって。わあ、すごい天国ですね。すごい。一番ね、長いのが好きですけど、こんなやろ、うちの身長よりずっと高いですね。こんな綺麗な丸見たら岩を岩を。これが初めて日本に来た金シャチっていう舞台なんで、日本にある金シャチの一番古いやつ。